韓気分は、韓国の政治家。第33代大韓民国外交通省部、長官、第8代国際連合事務総長などを歴任。第11回ソウル平和賞受賞者。中世北道院上軍園南面郷、そば村に生まれる。その後、家族は、中州市近くの町に移住し、そこで育つ。父親は、オードニアで働いていたが、 店が倒産し、一家は、中流的な生活水準を失った。半気分とコンドリーザ・ライス米国務長官1970年2月に、ソウル大学校外交学科を卒業し、同月高等外交官試験に合格、3月に外交部に入部した。1972年の中インド韓国大使館副領事を、はじめ、 1974年度に当初期間など、主に海外勤務畑を歩み、1980年に外交部国際組織条約局国連課長に就任した。その後外交部派遣により、ハーバード大学、ケネディ行政大学院に留学し、1985年4月に終了、修士号を取得した。 1985年4月に首相外交儀礼担当秘書。1987年7月には中米大使館総領事。1990年6月に外交部米州局局長。1992年2月に外省特別補佐官。1992年7月に中米講使、1995年2月の外交部副長官を経て。 1996年11月には、金ヨンサムの外交安全保障担当大統領特別秘書となった。その後2000年1月に外交通商部副長官、2001年5月に国連大使、2002年2月に無人所大使を経て、2003年2月、大統領ロブゲンの外交政策補佐官、2004年1月からは外交通商部長官に任命されている。 ロブゲン政権下では大統領府主導で政策決定が行われていたため、反気分は大統領府と外国政府の板挟みになって大いに苦労した。対応政策進展に尽力したが、自らの発言の数日後に、その発言と反する内容の大統領発言があるなどの出来事もあった。2006年2月。 国連事務総長選挙に立候補することを表明した。他の有力候補には、インド人の国連事務次長、シャシタルール、太陽国の副首相スラキアット、スリランカの元国連事務次長ジャヤンタ・ダナパラの名が挙げられたが、7月24日に行われた、国際連合安全保障理事会の、閣離時刻による、予備投票において、反気分は最も多くの票を獲得し、 有力候補の一人となった。2006年10月2日、国連安全保障理事会は4度目の予備投票を行った。この結果、拒否権を持つ常任理事国5カ国が一致して、反を支持し、当選が確実となった。反気分は、厳しい日韓関係の中でも、日本の外務大臣、麻生太郎との会談で、 信頼関係を醸成した点など外交のプロと言われ日本外交当局の評価も高かった。国連大使の大島健造はアジアの優れた候補から選出するという目的に沿った方向で事態は動いている。日本政府としての態度を最終決定した上で正式投票に臨むと語った。藩は アメリカ合衆国と縁が深く、アメリカ政府との関係も良好と見られる。10月3日、ハンの当選が確実となった予備投票の結果を受けて、アメリカの国連大使ジョン・ボルトンは、米国は、この結果を歓迎すると述べた。2006年10月20日、ソウルを訪問した麻生太郎は、ハンが、次期国連事務総長に当選したことについて、我々も、アジアとしても、 大変誇らしいと祝福した。これに対して、藩は、日本は国連で活動を活発にしている、重要な国だ。安保理議長国として努力していることを評価する、事務総長に就任したら、日本と緊密に連携、協調していきたいと述べた。2006年10月14日、国連事務総長に当選する。2007年1月1日から5年間、 事務総長職を務める。2011年 UN の加盟国192カ国の全会一致で2012年1月1日から5年間、再び務めることになった。国連本部で、半期分と、槿恵韓国大統領ジョン・ケリー国務長官と、半期分台湾の国連加盟問題について、台湾は中華人民共和国の一部という見解を示している。 2007年7月19日に、陳水辺中華民国総統は、台湾としての国連加盟を求める新章、半気分宛てに送付した。23日、国連事務総長報道官は中華人民共和国の代表権を認めたアルバニア決議を理由に、この新書を返却した。アメリカ及び日本は、台湾が国家としての条件を備えておらず、 国連加盟には反対であるとしながらも、アルバニア決議には、台湾単独での国連加盟を妨げる表現は、存在しないと抗議している。2013年9月3日、半期分は、記者会見の場で、軍事力の行使は、国連憲章51条に基づく、自衛のため、もしくは、国連安全保障理事会が承認した時にのみ、合法との立場を明確に示し、 シリア内戦に対する軍事的介入を計画するアメリカを牽制した。この立場は2005年10月の国連首脳会合成果文書において確認された保護する責任の軍事行動の正当化要件に合致する。反気分はかねてから保護する責任国連事務総長特別顧問の新設を提案するなど保護する責任の概念を擁護していた。 元国連大使の蔡秀茂を中高とジボワール国際連合事務総長特別代表に任命するなど国連の主要な役職に韓国人を起用したことから援護主義であるとして藩に対し国連内部から反発が生じていることが報じられている。これに対して藩はもともと国連への財政負担の割に極端に職員数が少なかった。 韓国人職員の数が増えたに過ぎないと反論している。ただし、韓国は国連分担金のうち10個国際機関分担金1100億ウォンを滞納しており、2007年に387億ウォン、2008年に713億ウォンを投入して、滞納を皆な解消する計画を示してはいたが、この発言の時点では関西していない。 2007年には、藩の娘婿のインド人を、国際連合イラク支援ミッションの官房長に、抜擢して、世界各国に、過去最低の国連事務総長と叩かれた。国連職員組合は、親類演者や友人を頼った給食を批判する、文書を2007年12月に採択する事態となっている。国連事務総長は、複数国家の代表として、 職務の中立性が求められる。しかし、藩は、事務総長就任以来、上記の縁故採用問題などの他に下記にあるような、事務総長としての中立性を保っていないとされる、出来事を起こしている。2007年10月24日の国連の日においては、毎年この日に、恒例行事として、国連本部で行われる、事務総長主催のコンサートが開催された。 加盟192カ国の大使や外交官ら約1600人が出席した。この日、藩の意向によって母国のソウルフィルハーモニー還元楽団が講演を行い、ソウル市と韓国国連代表部がコンサートを講演した。このコンサートの場において韓国国連代表が作成したウェルカムツーコリアと題された日本海を東海と表記した英文のパンフレットが 指揮次第とともに配られた。事務総長が主催する国連コンサートでこうしたパンフレットを配布するのは過去に例がなく国連側はその場で回収するなどの措置も取らなかった。韓国側は地名の表記方法などについて話し合う国連地名標準化会議で日本海の故障を東海と併記するよう求めており加盟国大使らが多数出席するコンサートの場を 利用して、自らの主張の定着を狙ったものと見られる。翌日、日本の国連代表部は、国連事務局と、韓国国連代表部に対し、文書などで抗議を行った。2008年7月3日、事務総長就任後初めて奉還した際に、奉還の感想を問われて、韓国人の国連事務総長として、韓国の国力新調に貢献できるようベストを尽くす。 と述べた。一方で2008年になると、韓国国内の政治の混乱、また、国際社会において、韓国が自ら果たすべき、役割の規模が小さすぎるという現状に対し、メディア等で苦言を呈する場面も出てきている。2011年11月30日、富山にある、国連軍の兵士などを埋葬した、UN 記念公園を事務総長として、初めて訪問した。 2011年、アン・ジューコンが、日本の元老である、伊藤博文を暗殺するミュージカルが、ニューヨークリンカーンセンターで公演されると、ニューヨーク滞在の各国国連大使を招待した。2013年8月26日、全員の事務総長までの監修である、歴史を消し去ることはできないとの言及をやめ、日本政府や、政治指導者らは、とても深く、自らを帰り見て、 国際的で未来志向のビジョンを持つことが必要だと、中立的立場を取らない、対日批判を行った。なお、国連憲章100条1には、事務総長及び職員は、その任務の遂行にあたって、いかなる政府からもまたはこの機関外の、いかなる他の当局からも指示を求め、または受けてはならない。との記載があり、この規定に抵触する、可能性が指摘されている。 中国外務省はこの発言に対して積極的に評価すると支持表明し韓国との共闘をアピールした2015年5月9日ロシアによるクリミアの併合に抗議して西側諸国が欠席する中で行われたロシアのモスクワ対独戦勝記念式典に出席同年9月3日北京で行われた中国の 抗日戦争勝利70年記念式典と軍事パレードにも出席。日本の菅義偉官房長官が8月31日の会見で国連には190カ国以上が加盟しており、国連はあくまでも中立であるべきだと思うと述べ、国連内でも出席に疑問を持つ声が上がるなど、中立性に疑問が呈された。2015年9月4日、 この日本側の抗議に対し、藩は中国中央テレビのインタビューにおいて、国連は中立的な機関ではないと正面から反論した。また、人道に対する罪、戦争犯罪、ジェノサイド罪の容疑で国際刑事裁判所から訴追されているスーダンのオマル・アル・バシール大統領が同席していたことに、 自ら国連加盟国に逮捕状執行を呼びかけていた藩が何ら行動しなかったことも非難された。ニュースウィークは藩気分事務総長の無能ぶりは際立っていると批判し、藩は大きな失敗を犯したわけではないが、核問題や難民問題にも関心を示さず、世界中で名誉学位を収集して歩き、見事なまでに何も記憶に残らない声明を発表し、 事務総長として影響力を発揮できたかもしれない、貴重な機会を無駄にすることに費やしていると批判した。藩ン・文ン,ンは2009年7月には、アウンサンスーチーとの面会のためミャンマー入りしたが、彼女との面会を果たさぬまま、ミャンマーを去った。これを受けて、オスロ合意締結に尽力した、ノルウェーのモナユールは、本国政府宛ての公伝において、ンのミャンマー訪問を、 指導力を見せようともがく、事務総長を象徴する成果のなさと批判し、スリランカ情勢をめぐっても、藩は、非力な傍観者でしかなかったと批判した。ニューズウィークは、この、ユールの公伝について報道し、藩は、国連事務総長になるべきでなかったと批判した。藩は、ノルウェー訪問中に、ユールの公電に対し、私たちは皆異なるバックグラウンドと異なる、 リーダーシップのスタイルを持っていると反論した。ヒューマンライズ・ウォッチは2011年1月24日に発表した年次報告書において、反について人権侵害を繰り返す国々に対して国際的な地位がそれほどでもない国々に対しては強い批判を口にするが中国のような大国に対しては何もしないと批判した。また2016年6月に 国連が公表した子供と武力紛争報告書で内戦状態にあるイエメンの項目において子供を殺傷したり少年兵として徴用したりしている組織や国として指摘されたサウジ主導の連合軍の記述がサウジアラビアなどの資金面での圧力によって削除されたためヒューマンライツウォッチなど20を超える国際人権団体は抗議文を提出した これについては、悪しき先例を作った。これがまかり通ると、貧困国しかリストに載らないことになると批判の声が上がった。世界連邦運動世界政策研究所のウィリアム・ペース専務理事によれば、反気分は人権や途上国の開発分野において優れた功績を残していると述べている。一例として、 2015年から2030年までの世界の貧困削減目標を定めた持続可能な開発目標の採択におけるリーダーシップを挙げ、この採択は過去20年間で最も成功した国家間交渉の一つだと述べている。国連の組織運営については、藩に最も近しい人たちの話として、藩が国連組織を適切に運営できるようになるまで2年。 以上かかったと述べている。しかしながら、国連人権高等弁務官の任命過程は適切で、また人事や職務上の不正をしていないことは今日の世界では特筆すべきことだと述べている。スーダンにおけるダルフール危機、リビアやシリアにおける内戦、イスラム国の拡大などの事態について、反のリーダーシップの欠如を批判する声もあるが、 事務総長はスケープゴートにされているだけで、主たる責任は、アンポリの常任理事国5カ国にあると述べている。ペースは、反気分を総評して、カリスマ性はないが遺産を残した、リーダーと述べている。2016年4月13日、アメリカのボブ・コーカー上院外交委員長は、PKO の要因らによる、性的暴力が多発している問題に対処できていないとして、 反気分を無能と厳しく批判している。2016年5月21日、イギリスのエコノミスト氏は改めて反気分を失敗した事務総長であり、歴代最悪の事務総長の一人、行政能力でも統治能力でも失敗した事務総長と見られている。話が下手で手続きに執着し、懸案への素早い対応能力や業務の深さも不十分だった。 大国に対抗することを嫌った最も活気のない最悪の総長の一人と酷評した。また、ニューヨークタイムズも力のない傍観者、どこにいるのかわからない男と反気分を非難している。しかし、韓国国内では世界大統領と呼ばれるほど人気を博しており、大統領選挙では反気分大暴論もあった。外交専門誌、フォーリンポリシーは、 シリアやウクライナの紛争で役割をまともに果たせなかった名ばかりの最高指導者だったと評した。また、歴史上最も親米的な国連事務総長としている。また、戦術の中国の抗日式典への出席などから、親中的とも評されているが、藩が国連事務次長に起用した中国の砂ソヤス氏との確執も報じられていた。砂は当初から、 中国のボルトンと呼ばれるなど、高派的な言動で批判されており、2012年に、藩によって、同じ中国の五皇派と、国連事務次長を交代させられた。国連内部査察室トップのインナブリッド・アレニウス、事務次長は、2010年7月の退任時に、藩基分事務総長に50ページにわたる報告書を提出し、その中で、国連は活動の透明性も、 説明義務も果たしていない事務総局は腐敗しつつあり戦略なき無責任な運営は国連の改革をもたらさないどころか国連の弱体化を招いていると述べ彼の行動は嘆かわしいだけでなく厳しく非難されるべきだと反気分を真っ向から批判した同報告書では反事務総長が会計監査報告の公開や犯罪とみられる行為の告発を拒んだり 空席状態が続く調査部門責任者の人事を却下したり、業務を阻むような行動をとっていたと指摘している。この二人の確執は以前から知られており、調査部門の人事をめぐっては、アレニウスが米検察官のロバーとアップルトンを二度推挙したが、ハンはまともに取り合わなかったという。このことに関して、アップルトンは、ハン事務総長が本来中立であるべき、 観察室の人事に政治的な介入を行い、不当に採用を阻まれたとして、国連不服審判所に150万ドル相当の損害賠償などを求める訴えを起こしている。2016年12月31日の退任を前にした12月30日、藩はニューヨークの国連本部でスピーチし、この10年間、声なき人の声として、 自分の身を守れない人の擁護者として働いてきた。皆さんが引き継いでほしいと呼びかけた。また、国連本部で職員らを前にした別れの挨拶で、シンデレラのような気分。明日の夜12時ですべてが変わると冗談を飛ばした。2017年6月、国際オリンピック委員会倫理委員会の委員長に指名される。2018年4月、 福田康夫の公認で、ボアオアジアフォーラムの理事長に就任した。2019年2月、より良い未来のための反気分財団を設立することが明らかになる。2019年3月、当時韓国国内で顕在化していた、大気汚染問題を専門に取り扱う、新組織、粒子状物質解決のための、反国家的機構が創設されることとなり、 ムンジェイン大統領の要請で、藩はそのトップである委員朝食を引き受け、環境面での中国の努力に対して韓国は、取り組みが足りないとして、問題の責任をめぐって、中国と押収していた、韓国国内での論調を出席した。また、文政権の北朝鮮に対する融和政策についても、6カ国協議など過去に非核化を保護にされた例を挙げて、二度、騙されたら、 騙された人間が愚かと苦言を呈した。2019年4月、中国を訪れて、習近平国家主席と会見し、藩を委員長とする国家気候環境会議が設立された。2016年5月末に、韓国へ一時帰国した時、藩は、韓国の市民として何をしなければならないのか、悩み、決心すると発言した。韓国では、 この発言が大統領選出馬の意思表示とされた。この帰国が事実上の選挙運動ともされ、事務総長の職にあるのに、選挙の準備をして良いのかと批判された。国連では、1946年に国連事務総長は退任直後に政府職を務めてはならないという決議が採択されており、反気分が大統領選に出馬することは、 この決議に反するのではとの指摘がある。しかし、決議案に法的拘束力はないという指摘もあり、また決議が定めているのは政府職であり、大統領のような選出職は該当しないとの見方もある。なお、ステファン・ドゥ・ジャリク国連事務総長報道官は、記者からこの決議に関する質問に対し、もちろんだ。彼は、その決議を知っていると回答している。 2016年6月に行われた韓国ギャラップの調査では次期大統領選の有力候補の中で支持率1位となった。2016年9月15日には事務総長の任期の後に韓国へ戻ると発言した。具体的な帰国時期を明かしたのは大統領選に出馬する意思表示と受け止める見方がある。2016年12月20日、ハンは 私が10年韓国連事務総長を務めながら学び、見て、感じたことが、韓国の発展に役立つならば、この身を燃やしてでも努力する用意があると発言。事実上、来年の韓国大統領選出馬を宣言したものと、報じられた。2017年1月12日、韓国に帰国し、陰蝶国際空港の到着ロビーにて会見を開き、人をけなして、 手段を選ばずに権力を奪い取ろうとするのが、権力志向なら、私は、権力志向ではないと語り、一えに国民と国家のために身を燃やす意志があるか、その意志があるなら私は、いくらでも皆さんと共にすると述べた。反気分が大統領選に出馬するにあたり、10年間海外にいたという点が、韓国の公職選挙法に違反しているのではとの、指摘がある。また、 国連事務総長が退任後に政務職へ就くのは国連決議違反という問題も指摘されている。これらの問題について2017年1月13日、韓国の選挙管理委員会は出生後5年以上居住してさえいれば資格がある。ここで言う政府職とは政府の業務を担当する任命職を言うと通常は解釈しており、 選出職は該当しないというのが一般論として、藩の出馬に問題ないと表明した。財閥改革などを訴え、安全保障については、僕国政権の DHAD ミサイル配備と、韓米同盟重視を支持するとしている。次期大統領の最有力候補と目されていたが、僕国大統領の親友らによる国政介入疑惑の発覚を受け、支持率が急落した。 国連総会出席などのためニューヨークを訪問した、僕ククオを藩が、毎回手厚くもてなしていたことがよく知られており、僕ククネに近い後継候補とのイメージを持たれたことが、影響したと思われる。2017年2月1日、国会内で、記者会見を開き、次期大統領選への立候補を断念する考えを、明らかにした。2020年9月には、 日本の鳩山幸雄や田中真紀子やスペインのハビエル・ソラナラと共に各兵器禁止条約支持と22カ国の現役の政治指導者に条約への参加を求める公開書簡を出した。半期分藩は外交通商部長官就任後、マスコミとの会見においては小泉純一郎首相の靖国神社の参拝強行、日本政府の歴史歪曲や竹島に対する 領有権主張などによって日韓関係が冷え込んでいると主張。日韓関係改善には日本が歴史問題を正しく認識すべきであると主張した。一方で、藩は小泉の首相時代の靖国神社への参拝で日韓関係が冷え切った中でも関係改善に努力していた点から日本の外務省にもいい印象を与えている。 北朝鮮の核問題などをめぐる交渉で地気を得たアジア太陽州局長の佐江健一郎はバランスが取れよく考える人だ。何より日本への偏見がないのがいいと評価する。2006年10月20日にソウルを訪問した麻生太郎との会談で藩は北朝鮮による日本人拉致問題に触れ拉致問題では国連事務総長として特別の関心を払いたい。 協力していきたいと述べた。藩は11月6日に訪日し、再び、麻生と会談、日本人拉致事件について、拉致問題に関する日本の関心は誰よりも、承知している。事務総長としてできる協力をしたい。役に立つことがあるのではないかと述べた。一方で、慰安婦問題に対しては、米国会員の決議案を支持する姿勢を堅持したり、 自身主催の国連本部開催でのコンサート上で日本海を東海に変更すべきだというパンフレットを来場者に配布したりと現在の日本政府の立場とは相入れない部分もある。2015年12月28日に結ばれた慰安婦合意では僕ククネ大統領がビジョンを持って正しい油断をしたことを歴史が高く評価するだろうと支持する姿勢を示した。 以上の日本への対応から一部では、藩が事務総長である間は日本の常任理事国入りはかなわないともされている。ただし、藩自身は国連安保理の拡大の必要性を認めている。2010年8月6日、広島で開催された広島平和記念式典に国連事務総長として初めて出席した。また、それに先立つ8月5日には、 長崎を訪問し、被爆者との面会や爆心地公園での演説を行った。長崎への訪問も歴代国連事務総長では初めてである。2015年8月12日、安倍晩話に対して中立性に欠ける韓国用語発言をしたとされる。2016年11月28日、南スーダン PKO 任務にて自衛隊の南スーダンへの派遣を 深く感謝していると述べ、PKO 協力法改正で可能となった、駆けつけ敬語を念頭に、より大きな貢献をしようとしていることについて、完全に支持すると強調した。国際連合事務総長では、唯一、自分の信仰している宗教の有無を明言していない。2015年12月14日、ニューヨークで開かれた、国連報道協会の忘年会で、 自分がいかに過酷な勤務を行っているかを説明する PV を発表した。1日の睡眠時間は2時間が未満、食事やトイレの最中もジムを行い、スーツのまま就寝するという内容だった。2017年1月10日、マインハッタンのアメリカ合衆国連邦裁判所は、半気分の弟とその息子を、中東の当局者に賄賂を送ろうとした罪で起訴した。ただ、 仲介人となるはずだったアメリカ人の男が着服したため実際に賄賂が支払われることはなかったというアメリカ在住のおいは逮捕されたが韓国在住の弟は所在が不明のため現在アメリカ政府が韓国側に対し逮捕を要請している大統領である僕ク,クネによる最純人ゲート疑惑によって大統領選の前倒しが指摘される中 ンは有力な大統領候補として名が上がるようになった。その後、2016年12月30日に、富山の日本総領事館においてヤンフゾウの設置問題が発生し、日韓両国の関係が緊迫化。2017年1月12日には、民団からもゾウの撤去を求める声が上がった。こういった中、 国連事務総長時代は慰安婦問題日韓合意を歓迎していた藩は同日、韓国に移動する飛行機内で中央日報記者に対して次のような強気な発言を行った。10億円が少女像の撤去と関連したものなら間違ったものだ。それなら一そ金は返してやらねば。話にならない。なお、日本政府側は官房長官の菅義偉が 日韓の合意が最終的かつ不可逆な合意であったことを前提に合意の着実な実施を求め、釜山のヤンフ像がウィーン条約に違反するとの立場を表明した。ありがとうございます。